はい、ウフッパなんですけども、なんかね、にわか3話ぐらいちょっとお休みしちゃいました。私なんかちょっとやっぱちょっとジェロニモ戦がですね、ちょっと私ウフッパらあんまりちょっと楽しめなくてですね、ちょっとこの次の大会から見しちゃうかなという感じで、364話から昨日ウフッパらでございます。でちょっとね、363話までの前回のあらすじもね、全超人の総合格闘超人との大決戦、ジェロニモの活躍で最初の試練を突破したリアルディールズ、しかしここで神が超人に試練を課す最大の目的が空きになったままの神の座に就かせる新たな神の創造だという衝撃の事実を知り動揺化し、さらに調和の神はザマンの功績を認めつつも、その神の候補となる超人が多くなりすぎるため大粛清に乗り出したということが判明し、ここから360の感想感動さらに僕らの予想のコーナーになります。今回リアルディールズ真の友達の調和の負け、ははは、よく言ったってことで、これウルチューマンです。ウルチューマンもうね、ちょっとまたフルッパラロードもしたいんですけど、超アルコミは決してお前たちの思っているような強烈な神ではない。彼は超人という存在も慈悲の神の存在も全否定してはいない、むしろ認めている方だと言えよう。ゆえにその不要なほどの過剰な成果に憤り、こう評価したのだ。ザマンは椅子に座るべき候補を作りすぎた。で、ネクチャー、ネクチャーです。すぎた。なるほど、ここまでは皆目見当つかなかったが、これでようやく見えてきた調和の神の真の目的が。どういうことじゃ。ついに四つの唱える大粛清の本当の意味さ、察しがいいな。そうだ、調和の神は決して超人を一人残らず皆殺しにするため大粛清をかけようとしているのではない。その真の意味は選抜。選抜だ。どうぞ。今回下転して実際に超人を目の前で見定めた彼はさらにその思いを強くしたことだろう。だからバベルの塔の試練すらもお前たちに会話した。真に神の資格を持つ者を探すために、そしてその他の調和を乱す可能性を持つ全てを滅ぼすために。だからそれが息子だって言っておるのだ。神の椅子がいくつ空いていようが、誰がその席に座ろうが、そんなも知らんわ。その相手も変わらずみんな平和で仲良く暮らしていけばいいだけじゃないか。なあみんな。ちょっとなんかアジャマンが、まんざらでもないなみたいな。どう？なんかサンシャイン。もうバッファローは超やる気で、もうネープなんかもう拙者にこの肩の抜かした最後のポーズみたいな感じ。もう手前みたいな。本当これです。この今回のポーズです。その真の意味は選抜とな、みんな。この聞いた時にこのポーズはドリブなんか微妙な顔してで、次があれみんなどった？これわかりますか皆さん？これはまたちょっと筋肉マンのあっちの36巻までを見直すべきですからね。これはこれありますから、うん、これはね、まあもうここにいるメンツがタッグ編のメンツなんです。タッグ編のメンツということはそこら辺をかぶせてくるという、上のクリニックびっくりな感じの展開ばっかやってくれて、みんなが集まってタッグを結成して、なんか筋肉マンつぶるからですね去っていくあの時の描写と見比べていただければと思いますけど、やっぱりしたで、エクスキューなんです。ムッハムッハ、筋肉マン、それが超人という種の持つ差なんだ。競うものがあれば競う、争うべき理由があれば争う、そしてそれはお前の中にも必ず。私はみんなと、ただみんなと一緒に。いや、ある。それをお前たちはこの塔の試練で嫌というほど知るだろう。その時どうするか。最上階に無事にたどり着いたら、たどり着いた者たちで改めてそのことを考え協議するがやい。なんかここで生き残りと生き残らずが出てきそうな雰囲気をエクスジュネ言ってますね。それもまた試練の一つになるだろう。まずは最初に試練を突破するジェロニモよ。お前から最上階に通え。なんかなんかもうさあどうぞみたいな、エクスジュネがそうパワーみたいな、なんか謎の力を出して
お、オラの体が。ジルがなんかちょっと考えが消えてくみたいな描写みたいな。オンズルラ、それは神に丸めた証。それにしても立派な勇者に育ってくれた我が系譜を継ぐ者や。お前もまた神の効果に。シュン、エクスイラ消えて、ゼロがシュン。消えた。ラクラクに言ったんです。さあ、今度は我々の番だ。あの3つの扉がそれぞれ別のルートで上層階へと繋がっているように見えるか。ここからもうはしゃぎてくれます。ガジェロリマ、よくやったついでに面白い話を引き出してくれたもんだ。まさかこの陰鬱極まりない戦いの先にそんな愉快な豪華商品が用意されたとは。そういう話であればな、サンシャイン。おお、もちろん面白い。お前たちと手でつないで仲良く行動するのはここまでだ。我々悪魔は別行動でそのイストリーゲームに参加させてもらう。神の椅子をめぐるイストリーゲームだなんてこんな面白い趣向はない。バッファローマンよ、同じ悪魔のよしみで聞いてやるが、お前はどうする？バッファローマン、いや、ここはどうするか。知ってたぞ、お前はそういうやつだよ。では、私たち二人はこの先独自の判断で行かせてもらう。あわよくばみんなで最上階でまた会おう。あの、はぐれ悪魔の二人行っちゃった。おーい、ちょっと待たんかお前ら。くっとんかって言いながらもう行っちゃったんです。あ、しまった、あの、はぐれ悪魔が。行ってしまった。少しはおとなしくなったかと思ったが、相変わらず勝手だな。で、ウォーズは、まあ仕方ない。どの道、経路は三つ。いずれにせよ、俺たちも別れてしまわればならなかった。全宇宙の長寿を代表するものとして一丸となる思いは保ちつつ、残った我らも二手になってって言ったところで、ロビンが待てウォーズマンこれね、ロビンも、ま、待てウォーズマンこれアシュラの声だって。ちょっと今日アシュラの声だったさ。おー、ロビン、その落ち着いた声を聞くとやはり安心するわ。ぜひ聞いてくれ。ようやく帰ってきた司令としてのお前の意見を。いや、そうじゃない、筋肉マン。え、私の考えもアシュラマンたちと同じ。特に筋肉マン、お前とあえてここで一線を引き、私もこの先は独自の判断で行動させてもらう。ロビン、一体それはどうや。バシン、戦えちゃう。すぐ。お前は私にとって最高の親友であると同時に今なお最大のライバル。そんなお前に再び挑める、これはきっと最後の機会。ロビン、この声じゃないと思う。やっぱ変えますね、私のイメージの。ダイオとなった今、もはやそんな日は訪れるのと思っていたわ。で、次の。いや、こんな時まさか冗談だお前。冗談でこんな大事なことが言えるものか。ロビンです。わかっちゃうんです。ちょいちょいちょい、筋肉マン、ロビンは本気だって。戻って他人から命を持って久方ぶりに蘇って、何を言うのかと思われるのは少々上だ。まさにエクスキューションが言った通り、私個人の超人としての英語の話をしている。だがそれでも私はお前と。やっぱね、ロビンのね、打倒筋肉マンは分からないですか。お前ともう一度真剣に戦いたい。そのためなら私はお前より神に差し、超人とは何かと真剣に考え、私の道を決めたい。もうすぐ、もうロビンもすぐバイブスが、もうすぐがおえで、ボーソン、ボーソン、正義長寿のまとめ役はもはや前だ。この先頼むぞ。サウスライのロビンも出ちゃうんですよ。ちょっとケビンポーズです。で、ここにネプですよ。まだネプ出ましたね。はははは、よくぞ言ったら見ますけど。うわ、ネプチュは。今のワイドならぜひ一緒に行動してみたい。私も共に行こう。まさかお前と気が合う日が来るとは。勝手にするやつ。ロビンマスク、ネプチュはみたいな。背中を向けるコース、次回リアルディーズが分裂し新たな戦いに挑む。これちょっとウルフッパラのちょっと過去の予想を見てもらいたいですよ。ネプとロビンの何だっけ、イギリスコンビ名前分からない。あの、もしあったらすごいよね、タッグみたいなやつの、あのイギリスコンビですよ。もうこれはもうネプとロビンもこれタッグですよね。だしもうこれ2人ずついっちゃってるから、もうタッグ決定でしょ。だから何気にですよ、全部タッグの試練というウルフッパラの予想を外しましたけど、これほぼほぼタッグの試練という、これ来たんじゃないですか、ウルフッパラ予想が。何が一回こう外れたと思うして、またの浮上ですという、これ来ましたね、ウルフッパラ。
久しぶりに。久しぶりにでかい予想当てましたね、これ、タッグの。そして、この、名前忘れちゃったけど、あの、イギリスコンビの結成も当てたという。ホルールフッパーもダブルトリプル来たんじゃないですか、これ。これ今2ついきましたからね。これ2つの扉に、あの、1つはハグラ悪魔が行きましたね。で、もう1つはこのイギリスコンビが行きましたね。もう1個空いてるんですけど、これ3人今いるわけです。スグル、オーズマン、バッファ。これあれですよね。2000万パワーズの流れをまた被せるとしたらですよ。2000万パワーズの一角、バッファがいるわけですよ。でこの前ラーメンマンとオーズマン組みそうだったんですけど、まだ一緒にいただけっていう。で、ここで、じゃあなんか、でもどっちと組もうとするんかね、スグル。いや、組もうとするのかな。なんか、オーズマンがこれ悩むんじゃないですか。オーズマンが悩んで、うーんってなるんですよ。で、あの、手紙みたいの2つ持って、こっちだーってやるんですよ。で、またやっぱ、おわーみたいなスグルになって、あの、バッファとオーズマンのコンビが結成される。でもね、ウルフッパラ的にはここのコンビはですね、やっぱちょっとスグル&バッファはウォーズマン見てみたいですね。スグル&バッファじゃないと思うんですよ。バッファローマは、いや、俺はシングルの男なんで、ここは行かせてもらうみたいな。あとは、あの、パートナーは、もう俺はスプリングマンとモンラーメンマン、モンゴルマンとしか組まない。だから誰ともバッみたいな感じで言って、で、筋肉マンとウォーズマンのコンビ。はい、今回のウルフッパラの筋肉マン感想&予想どうだったでしょうか。皆さんもね、これはと気づいたところや今後の予想でね、こうなんじゃないかみたいなところがありましたら、ぜひコメントにガンガン書き込んじゃってください。そしてね、グッドマークやバッドマークもお待ちしてますからね。ではまた次回の筋肉マン感想&予想お楽しみに。ではウルフッ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 。